バックスイングで体が回りづらい、そういった方にやってほしい一つ練習法があります。それは何かというと、チンバックといって、チンとは顎のことなんですけれども、構えた状態から顎をご自身の右肩の方向に動かして、そこから振り上げる動きを行ってみてください。バックスイングで体を回すためには、股関節を動かすことや肩の回転をすること、そういったことも重要なんですけれども、顔の向きを体の回転とともに適正に右に向けるということが非常に重要です。顔の向きが体の回転とともに少し右を向くと体は回りやすいんですけれども、体が回らなくなってしまっている方っていうのは、こうボールを見すぎるせいなのか、顔の向きが変わらない。そうすると体の回転にブレーキがかかってしまって回りづらくなるといったことになってしまいます。なので、その顔の向きを自然と右に向けるための練習なんですけれども、アドレスをしたら顎を右肩の方向に近づけて振り上げてスイングする。これをやっていただくと、いつもより体が回りやすくなる感覚があるかと思います。顔は正面じゃなくて少し右を向く形が適正なので、アドレスをしてから顎を少し右に向けて振り上げて、このチンバックという動きをやってみると体が回りやすくなりますので、一度練習をしてみてください。